はい、今週も、配信します、毎週金曜日18時、最近、毎週配信ちゃんとやろうと思って、特にネタはないんですけれど、毎週やることが大事なんじゃないかと思い、とりあえず今週も配信します。で、今日は特にこれといったネタがなかったんですけど、そう、ちょうど、そうステッカー、これとこっち、まあ、個人出てるかな、2種類作ったんですけど、まあ、フォーエバーチョッパー、まあ、以前はこれはシルバーと黒のツートーンで作ったやつが、今回は白黒バージョンで、作ったのと、あとこれすんげー昔に白黒で作ったやつの銀色バージョンっていうのを、なんだっけ、ライフ&タイムズ・オン・ザ・ロードって書いてあるステッカー。まあ、バイスは基本的に黒に銀ってステッカーが一番多いんですけど、なんでかっていうと、まあ、バイクに貼る用に一応作ってるので、まあ、バイクなんか銀色ってイメージがあるので、銀黒多いんですけど、まあ、今回はちょっと白っぽい、普通にステッカーっぽいのも作ろうと思って、こちらとこちら、まあ、出てると思うんですけど、2種類作ったので、こちらの方、まあ、バイク界バイスではステッカーを売ってはないんですけど、まあ、店頭でお買い物してくれた人、あとは通信販売でお買い物してくれた人に、ちょうど今日12日かな。だから今日通販してくれた人から、このステッカーを、まあ、金額によって1枚か2枚、ちょっと何枚つけるかわかんないですけど、枚数変わると思うんですけど、今日から、プレゼントしておこうと思ってますので、通信販売、このタイミングでもしよかったら、お願いします。で、そうそう、このタイミングで、新作の方がドカッと入荷してきまして、くれた。ブレスレットじゃなくてバングルなんですけど、以前はブレスレットとして販売してたんですけど、もうすごいあのギミックが細かかったのと、今の金額だととんでもない値段になるってことで、じゃあどうしましょうってなった時に、じゃあバングル作ったことないから、チェーンなのにバングル作ってみようってなって作ったら意外にちゃんとできて、それが今回、ちょっと前から発売してるんですけど、今もう在庫が ないので、まあ、受注オーダーになっちゃうんですけど、一応まあ細かい部分で2タイプ作ったので、なんかバングル探してたよとか、チェーン一回一回止めるのめんどくさいよって人はカチャってやるだけなんで、バングルおすすめなので、よかったらこちら販売しております。まあちょっと細かいディテールはこんな感じです。してみるとこんな感じでカチャってすぐできるんで、めちゃくちゃ楽です。まあ、ちなみに、こんな感じで手首にはめてもらってギュッて締めてもらえば完璧だし、これ見えるかな、こっち、ブラスが13番目のコマだけにブラスになってて、こっちは13番目のコマもシルバーっていう、一応細かいですけど2タイプあります。ご注文、お予約、お待ちしております。よろしくお願いします。他のシルバーもいろいろまだありますので、クロスの方もちょろっとだけ再入荷してますので、よろしくお願いします。続いてはパンツ、パンツの方もこんな感じなんですけど、すげえ昔にこのワークパン作ったんですけど、まあ、なんていうんだろう、フロントポケットが左右で2個ずつって言えばいいのかな、まあ、ちょっと説明難しいんですけど、まあ、この画像みたいな感じで2個ずつで、で、まあ、サイドポケットが付いてたりとか、まあ、以前はデニムとダックで作ってたのかな。で、今年はもう夏用、だから自分が最近チノパンとかでバイク乗るっていうのはあんましなかったんですけど、まあ、年中ね、この時期だと僕は、自分とか SF のパンツのボロボロになったやつを夏用パンツと思って履いてたんですけど、なんかたまにはなんか、ワークパンツみたいのをちょっと緩めのズボンを履いてバイク乗ってみようかなと思いまして、まあ、ただ、チノパンはね、別に自分が作んなくても履かなくてもいいかなと思ったんで、なんか変わったのないかなと思って、そう思い出したと思って、このダブルダブルワークパンツっていうのを、ちょっと薄手っちゃ薄手だけど、ちょっとごわつくような生地で作ってみたんですが、カーゴパンツみたいな生地ってもいいのかな、まあ、なんでこの生地感にもちょっと自分の中ではこだわってて、こんなようなズボンのワークパンツ作ってみたいなと思ったんで、まあ、今回は自分が欲しかったんで作ってみたんですけども、まあ、早速自分はカーキ黒サンド、3本ともゲットしたんで、まあ、しばらく今年の夏は履いてみようかなと思ってますので、もしね、同じような感じで、まあ、年中ジーパン愛してよとか、まあ、チノパンもよく履いてるけど、たまにはちょっと違うズボン履いてみようかななんて思ってる人は、こちらのズボンおすすめなので、よかったら、まあ、好きな色、まだ在庫あると思いますので、よろしくお願いします。まあ、ちょっとディテールの方はこんな感じで。はい、こちらズボン。今日はちょうどカーキ履いてきたんで、これね、画像だとわかんないんですけど、このちょっとザラザラ感あるような、この生地が、ね、結構良くて、どんどん履いて、なんつうの、バイクとかの汚れてくるといい感じになるんじゃないかなと思います。
まあ、このね、サイドポケットに携帯入る、まあ、ダブルになってるんですけど、あとこっちのマイカーもわかんねえだろうな、ダブルポケットになってて、前と後ろにポケットがあるんですよね、両方に。で、あと分かりやすいこれダブルになったりとか、一応バイクっぽいかなと。まあ、なんせ、これ僕今 L サイド開けてるから、むちゃむちゃ軽いし、なんだろうな、また血のパンダと全然違うんですけど、ワークパンツな感じです。すげえいいと思うんで、足も上がるし、まあ、全然座るのも楽だし、よかったら、こちら、カーキ、サンド、ブラック、3種類ありますので、今年の夏、ちょっと試してみてはいかがでしょうか。僕も試してみようと思ってますので、よろしくお願いします。そうそう、そしてね、これまた毎年恒例の23、バイス今年23周年なんですけど、毎年毎年もう周年 T シャツっていうのをずっと作り続けてるんですけど、ちょうど僕も今着てるんですけど、もうこれも周年 T シャツの一つで、まあ、これはもう、SOR デザイン、ソードオブレベルタトゥー、合ってるかな、あの、ホリギンさんに毎年デザインしてもらってるシリーズの今回はこんな感じで描いてもらいました。まあ、ここにも黒黄色っていうのもあるんですけど、まあ、この色とか、この四角さにもこだわって、まあこんな風に書いてほしいんですよっていうのを伝えて書いてもらったらもう完璧すぎて、本当なんていうんだろう、僕が書いてほしかったようなタッチで書いてもらったらもうすげえ嬉しいし、仕上がりのこのプリントの色目とかもかっこいいなと思って、なんかまあこんなのをなんかグッときたなって人がいましたら、なんていうんだろう、よかったら1枚2枚ご購入お願いします。あとはあのこちらサンダーアレの満載デザインしてもらった T シャツもあったりとか、あとはまたあのこういった感じのまあ、ヴィンテージハーレー T を連想させるような、まあ、意味合いは全然違うんですけど、まあ、こんなようなメッセージ T シャツを作ってみたりとか、あとは、まあ、あのおなじみ全蔵さんデザインのこのちょっと緩いタッチの細い線で、模様みたいな絵みたいな感じの T シャツ、これだけバックプリントなんですけど、この4種類が今、T シャツ、発売中だと思うので、もう今日12日なんで、そうそう発売してます、発売中なので、よかったら、ご購入お願いします。まあ、一応ちょっとだけまあ、こんな感じです。はい、T シャツの方、さっき言った SOR ホリギンさんデザインです、ね、黒に黄色っていうかこの黄色を使いたかったんですよね。で今回珍しく肩にプリント入ってます。はい、グリーンで、こちらバイス限定バージョン胸ポケット T シャツ胸プリ、背中にこちらっていうのも若干あったりとか、でこちらマノさんの白で、肩には猫ちゃんが入ってます。でこっちは黒プリントもね、すごいね、こういう感じでもね、これわかるかな、めちゃくちゃ綺麗に出てるんですよね。ありがたい。え、猫ちゃん。こちらもバイス限定モデル。ポケット T シャツ、胸プリント、で、バックプリント。こんなのもバイス限定で販売しております。店頭のみです。で、こちらはポケット T シャツの全蔵さんかな、あ、全蔵さんですね。黒。で、こちらもポケットで、背中がこんな感じで、全蔵さんでね。でこちらが、ちょっとメッセージ T シャツっぽいヴィンテージハーレー風なんですけど、まあ一応ねメッセージにこだわって作ってみました。フロントプリントオンリーです。うん、普通にいいんじゃないでしょうか。こんな感じでいろんな種類揃ってます。はい、そんな感じでバングルでしょ。あのダブルダブルワークパンツでしょ。で23周年 T シャツ、こちら今販売中です。でさっき言ったように、ステッカーの方が、2種類ありますので、まあどうしよう、1万円以上買ってくれた人にはもうステッカー2枚つけちゃいます。もうなんかとなくなんで、まあ、しばらくの間ですよ、まあ、通常1枚しかステッカーはつけないんですけど、まあ、ちょうどこのね、多分人はあんま人は見てないだろう、この YouTube を見てくれた人限定で1万以上、通信販売してくれた人、今回この新作のステッカーを2枚つけときますので、よかったらベタベタ貼ってください。そんな感じなので、今週末3連休なんですけど、バイスはちょっと諸事情があり、今週末は、15日の日曜日、違うな、14日の日曜日は、おなじみ20歳、21歳カイトが、見せ場してくれるそうなので、ベックスRも、ショベルもぶっ壊れてますので、皆さん慰めに来てあげてください。14日日曜日はカイトが済ませます。通信販売の方は16日から順番に発送していきますので、皆さん通信販売の方、どしどし、なんていうの、どしどしご注文ください。14日は回答を直せてあげてください。こんな感じで今日はいいでしょうか。すいません、こんなんで。じゃあ来週も頑張ります。じゃあお願いします。